パウワウにおいて、犬の戦士の髪飾りをつけた若者ドッグソルジャーは、アメリカインディアンのシャイアン族の戦士集団のこと。シャイアン語のホタメターニオオまたはホタアミタニを英訳したもの。シャイアン族の6つの戦士集団のうちの1つ。1830年代後半に、西部大平原において拡大した合衆国の民族浄化に対する抵抗戦で、 スー族やアラパホー族と同盟し、カンザス、ネブラスカ、コロラド、ワイオミングの各州で部族を守る重要な働きを示した。合衆国との交戦派の急戦法として、しばしばブラックケトルやホワイトアンテロープのような和平派の州長と対立した。シャイアン族は20余りの氏族で構成されており、他のインディアン部族と同様、その社会は完全法議制民主主義であり、 それぞれの部族社会はその決め事を会議の TP で和平のパイプを交えて連座の合議で決定する。この合議制度は現在も基本的に変わらない。部族の揉め事は調停者である州長の取りなしによって処理される。人類学者のジェームズ・ムーニーの報告では定番の野営地を持ったシャイアン族のバンドには次のようなものがあった。 定番の野英知を持たないバンドには次のようなものがあった。犬の戦士団は命を捨てて戦いに挑む決死の戦士団だった。彼らは長布を腰に結び戦いの場でその端に聖なる矢を突き刺して自らの体を地面に固定し不退転の決意で戦った。インディアンの戦士団は個人主義に基づいており軍隊のような命令系統の下にはない。戦士たちは 個人個人の判断で行動するものであって、兵士ではなく、彼らを率いるような司令官や軍事指導者は存在しない。白人は州長を司令官、軍事指導者と誤解しているが、州長はあくまで調停者であって、指導者ではない。1837年に、レッド・川北の分岐に沿って、カイオ和族が野生馬の群れを飼っていた際に、48人の シャイアン族が、このカイオア族とコマンチ族の戦士たちによって殺された。犬の戦士団の有力な戦士ポーキュパインベアーは、シャイアン族の他のシ族やアラパホ族を説得して、カイオア族に対する報復に手を貸してほしいと呼びかけた。ワイオミングのララミートリデで、白人の交易業者から酒を手に入れた後、彼は、南プラット川に沿って、北にあったシャイアン族の野営にやってきた。 ポーキュパインベアーは宴会に加わり、犬の戦士団の歌を歌った。彼のいとこのリトルクリークとアラウンドの二人は、そのうちに、主席での喧嘩に巻き込まれた。アラウンドは、リトルクリークに刺し殺されそうになって、悲鳴を上げ、これに怒った、ポーキュパインベアーは、リトルクリークから取り上げたナイフで数回、彼を突き、殺した。犬の戦士団の名を怪我す、この行いに対し、 部族会議が開かれ、ポーキュパインの一族の部族からの追い出しが決定された。以後、彼らは部族の八重から離れて TP を立てなければならず、犬の戦士団も宿敵海王ア族との戦いに参加できなくなった。犬の戦士団が主要な戦士団で亡くなり、狼戦士団は海王ア族との戦いで消耗しなくなった。代わって弓の弦戦士団が、 カイオワ族との戦いで主要な戦士団となった。無認証となった後、ポーキュパインベアーたち、犬の戦士団は、ウルフクリークでのカイオワ族とコマンチ族との戦で、戦法を務めたが、戦勝の栄誉には加われなかった。1840年、現在のコロラド州にあったベントトリデで、平原インディアンたちの和平会議があり、シャイアン族とアラパ族が、宿敵部族のコマンチ族、 カイオワ族、平原アパッチ族と同盟を組んだ。1849年、大平原部族を白人の持ち込んだコレラが襲い、シャイアン族では特にマシコタバンドとオクトグナバンドをほぼ壊滅させ、シャイアン族の南部氏族約半分を死滅させた。犬の戦士団は壊滅状態となったマシコタバンドの戦士団に編入され、次第にその勢力を取り戻した。彼らは、 白人侵略者との戦いで有猛な働きを見せ、再び部族から敬意を受けるようになった。1864年のサンドクリークの虐殺で、チビントン大佐の率いる第三連隊は、ブラックケトル州長の属するウタパイバンドを虐殺し、ヘバイタニウバンドやオイビマナバンド、ヒシオメタニオバンドといった氏族もインディアン戦争で数を減らした。 北西大平原の氏族に根ざした犬の戦士団は同盟部族の数族でダコタ族やシチャング族としばしば婚姻関係を結んだ。トールブルやホワイトホースといった著名な戦士を含む犬の戦士団の多くが数族との根結だった。1867年6月のウォレストリ出の攻撃ではローマンノーズと共に戦っている。ありがとうございます。